桜は日本で一番有名な花です。3月から4月にかけて桜の花が咲きます。ピンクの可愛い花がたくさん咲きます。日本にはいろいろな桜の種類があります。有名な桜はソメイヨシノ、大島、桜、江戸、彼岸などです。東京や京都には桜の名所がたくさんあります。そこではお花見という桜を見る行事が行われます。 お弁当を食べたり、お酒を飲んだりして、桜を楽しみます。桜は、日本人にとってとても大切な花です。晴ればなれの命のように、人生の価値や美しさを表しています。春が来たことを教えてくれる桜。日本人は、桜に希望や喜びを感じます。